どうもすみません。今週は日経賞毎日杯マーチステークスも予想を上げるんですが、こちらの方は高松宮記念 G1 の予想になります。エアベロシティダンスディレクター回避したのは残念ですが、結構いいメンバーが揃いましたね。ウリウリ、エイシンブルズアイ、レッツゴードンキー、アルビアーノ、ミッキーアイル、スノードラゴン、ビッグアーサー、ハクサンムーン、この辺までは横並びとまではいかなくても結構近い能力なんじゃないかなっていうふうに思います。桜ゴスペル、ティーハーフ、この辺も穴っぽいところで面白いですし、他の馬たちも展開次第ではいいかなっていうところはありますね。最初に危険な人気馬あげます。危険な人気馬ビッグアーサーいきます。この馬はですね、もともと強い馬でして、短距離ではトップクラスの馬だとは思うんですけれども、ただ前走前々走あたりパドックで馬体を見てるとちょっと踏み込みが甘くなってきてるなっていう感じがあって、なんかうまく体を使えてないなっていう感じがあります。追い切りの動きなんかを見ててもなんかバタバタ走ってて、それでうまく推進力を生み出せてないというか、ちょっと何と言いますか、あんまり短距離向きの調教をしすぎると、そういうふうにちょっと体をゆったり使えないというか、うまく使えないような走法になる時っていうのがあるんですよね。なので立て直すには1400m とか 1600m を使うぐらいな気持ちで調教をしていかないと、そのメリハリのない今のような馬体走法になっちゃいますんで、なのでもう一回ちょっと仕上げ方を考えた方がいいかなっていうふうに思います。ただビッグアーサー自体強いので、うまくごまかし乗って、それで足をためて他の馬たちが能力を出し切れないような止まるような展開になれば、ビッグアーサー今の出来でも勝ち負けになる可能性はありますんで、なので僕は危険な人気馬として挙げるのは、ビッグアーサーのいい時と比べると良くはないので、なので今回これだけ人気するなら決して見るのもギャンブルとしては面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな感じです。そして本命いきます。本命ウリウリです。このウリウリっていう馬は近走成績は悪いんですけれども、これは外が伸びる展開で内をついちゃったりだとか、なんかちぐはぐな競馬が続いてまして、もう本当他の馬が同じような乗り方してもノーチャンスかなっていうような乗り方をしちゃってましたんで、なので参考外でいいと思います。出来自体はそこまで悪くなかったですし、今回に関しては追い切りの雰囲気がすごく良くて出来も上昇してます。それで岩田騎手だと結構慌てて内をついちゃったりだとか、最近あんまりいいところがないんですけれども、この戸崎騎手に乗り換えります。戸崎騎手は結構優等生タイプというか、あんまり慌てて変な切り込み方、内への切り込み方とかそういったようなことをするようなタイプでもないので、なので落ち着いて有力馬たちの後ろで足をためて、それで直線向き切ってから広いところに出してくれるような気がしますんで、なのでイメージとしてはすごくいい感じでイメージできました。ウリウリっていう馬は牝馬なんですけど ものすごく根性がある馬で、それで思ってる以上に走ってくれる馬なんで、基調的にも信頼のおける馬ですし、あとウリウリはスプリンターとは言えないんですけれども、この中京の 1200m っていうのは直線が長くて、阪神とか京都でいうと 1400m ぐらいな感じの競馬の質ではありますんで、なのでウリウリはスプリンターではなくても1200を走りやすくなるような条件ではあるかなっていうふうに思います。対抗はアルビアーノにしました。アルビアーノの前走はスタートが良くなくて、後方から行って馬群をついて前が詰まるっていう感じだったんですが、強引に動いていいような馬ならそうすればよかったんですが、アルビアーノに関してはその足をためて一瞬のキレを生かす方が合いますんで、次を見据えて考えるとああいう競馬をしたのはすごい良かったかなっていうふうに思います。で、アルビアーノに関しても売り売りと同じで、どちらかというとスプリンターという感じではないんですけれども、その中京の 1200m はさっきも言ったみたいにその直線が長いので、阪神や京都でいうと 1400m に近いようなところはありますんで、なので1200でも問題ないかなっていうふうに思います。追い切りの動きがすごい良くて、その足をためてキレを生かすような調教をして、それで頭もグイッと下げてましたんで、有力馬たちを前に見て、それで一瞬のキレを生かすような競馬ができれば相当有力かなっていうふうに思います。マイルチャンピオンシップ去年その慌ててうちに切れ込んじゃってちょっと馬券にならなかったんですけれども、あれに関してはもう落ち着いて外に出していれば多分勝ち負けになってましたんで、もう能力的には G1 に手の届くような位置にはいますんで、あとは運が回ってくればっていう感じだと思います。ルメール騎手が乗りますんで、僕は本当アルビアーノとウリウリは迷ったんですけれども、まあ皆さんはどちらから買ってもいいかなっていうレベルの馬だと思います。続きまして3番手は白山ムーン。白山ムーンはですね、スプリンターズステークスの時っていうのは変にペースを落としちゃいまして、それで自ら墓穴を掘ったみたいなところがあるんですよね。短距離っていうのはハイペースとかそういったことは気にせずに馬を気分よく生かすっていうのが一番重要でして、そういった中で変にペースを落としちゃったがために他の馬たち、後続の馬たちに途中からワッと来られるような展開にもなってしまったところがあったので、なので前走のように多少ハイペースになってもマイペースでぐんぐん後続に足を使わすような競馬をしていけば白山ムーンの良さは出るかなというふうに思ってます。まあ花に行けないパターンがあるにしても、それでも白山ムーンの場合は別に2番手3番手に控えても変にためすぎなければいいところはありますんで、なので出来も前走よりもちょっと良くなってきてますし、面白いんじゃないかなっていうふうに思っての3番手にしました。4番手特注はレッツゴードンキにしました。レッツゴードンキは前に行かせてしまったがためにための利かないメリハリのない客室になってしまったんですよね。気象的にもそうなんですけれども、そういった中で今回追い切りの雰囲気を見たら多少それがマシになってます。ある程度は末足を使えそうな走りになってますので、なので今回は穴ぐらいには面白いかなっていうふうに思ってます。人気も落としましたしね。でもともとレッツゴードンキは2歳児とか差していい足を使ってた馬なんで、なので今のようにそのためが効くような客室馬体になるように調教していけば復調する可能性はあるかなっていうふうに思ってます。ある程度前に行く馬たちがいて、その馬たちを見るような行為中断あたりに控えられれば一発あってもおかしくないかなっていうふうに思ってます。続きましてミッキーアイル。ミッキーアイルはですね、ものすごくいいんですよ。大チャンスだと思います。なんですけれどもこの馬はやっぱりふわっとするところがありまして、その他の馬たちが止まってくれるような感じになってくれればいいんですけれども、他の馬たちに抵抗されるとこのふわってする気象が悪い方に出ないかっていう不安が出てくるんですよね。なのでもう能力的には申し分ないんですけれども、ちょっとそこが気になって、これだけ人気して1番人気だと本命にしきれなかったところがあります。なのでもう本当よく言えば終える騎手、浜中騎手でもちょっと動かなくなってきたところがありましたんで、もっと追える騎手を乗せればミッキーアイルは G1 に手が届くかなっていうところはありますね。続きましては桜ゴスペルはちょっと能力的には1枚落ちるかなっていうところはあるんですけれども、出来が良いですし、あとその左回りで結構いい競馬をしてた馬なんですよね、条件戦の時に。なのでちょっとパンチという意味では足りないかなっていうところはあるんですが、ある程度平均ペースで流れて、それで他の馬たちが足が上がるような展開になってくると、立ち回り次第で突っ込んでくる可能性あるかなというふうに思ってます。あとやっぱりこうやって G1 を使ってるうちに、重賞とか G1 を使ってるうちに、だんだんとそのクラス慣れみたいなのもしてきてる感じがありますんで、前の桜ゴスペルのイメージで見てもしょうがないかなっていうところ。続きましては桜ゴスペルは前の桜ゴスペルだとちょっと1000級相手には厳しいかなっていうところがあったんですけれども、去年のスプリンターズステークスの時はその中山コースだったんで、やっぱりああいったコースは立ち回り次第でなんとかなるところがあるということ、そういったことから桜ゴスペル出来も良くて、もしかしたら馬券になる可能性あるかなっていうふうに見てたら2着になってました。で、今回は中京コースなんですよね。中京コースとなるとなかなかごまかしが効かないところがありますんで、なのでどうかっていうふうには思うんですけれども、ただ今回の追い切りの雰囲気とか見ててもすごくいいんですよね。やっぱり桜ゴスペルもだんだんと強い相手とやってきたということ、あとは自信もついてきたのか、クラス慣れみたいなものをしてきて、馬自体が8歳馬ですけれども強くなってきてるのかなっていうふうに思います。なので昔のイメージで桜ゴスペルを捉えてたら痛い目に遭う可能性あるかなっていうふうに思って、連したぐらいの評価にしたいと思います。もともと結構左回り得意だった馬なんで、なのであんまりその強気の競馬をするということではなくて、ある程度立ち回りでせこく立ち回って、それで末脚を生かすみたいな競馬ができれば、また馬券圏内に突っ込んでくる可能性あるかなっていうふうに思ってます。連下の評価でいきます。続きましてはエイシンブルズアイは前走後のオーシャンステークスレース後の解雇でいろいろと言ったんですけれども、やっぱり長めのマイル戦 1600m とか使ってきて、それでやっぱり長い距離を使うと体をゆったりと使えるようになるというか、大きく使えるようなフットワークになりますんで、なので一旦距離を伸ばしたということがすごく良い方向に向いたパターンだと思います。前走のオーシャンステックスなんかもう本当馬体見てたら本当素晴らしくて、以前のエイシンブルズアイだったらなんかゴール前で伸びきれないパターンがあるのかなっていうような、メリハリのない馬体、あとフットワークもそうだったんですけれども、オーシャンステックスの時っていうのはその本当に瞬発力がありそうな感じの馬体になってました。ただこの馬に関してはあんまりその強引に動いていく、コーナーから動いていくとちょっとジリっぽくなりそうなイメージがありますんで、なのでその基本的には馬群の中とかに入れて、それでせこく立ち回って一瞬のキレを生かすみたいなイメージで乗った方がいいのかなというふうに思います。なのでちょっと本命タイプではないかなっていうふうに思います。というのはやっぱ中京コースですんで直線が結構長いので、なので相当うまくせこく立ち回らないと、そういった一瞬の足を生かすタイプっていうのはなかなか勝ち切ったりとか難しいところがありますんで、どちらかというと中山とか阪神だとかああいったようなそのコーナーでペースが流れて一瞬の足を生かせるようなコースの方が合うのかなっていうところはあります。なのでエイシンブルズアイ、今回は連したという評価にさせてもらいます。最後に T ハーフ。T ハーフはですね、あんまりそのスパンと切れる足がなかったりだとか、乗り方が難しいんですよね。溜めたら溜めたでちょっとそこまでいい足が使えないというか、じりっぽくなったりもしますし、なのでその他の馬たちが止まるような展開で、自分があんまりブレーキをかけないような乗り方、函館スプリントステークス、あの時勝った時っていうのは国分優作騎手が最後方からもう一気にまくってって、それで圧勝したんですけれども、ああいうふうにその進出していくっていうのはもう一気に動いた方がいいタイプだと思います。ちょっとずつちょっとずつ小出しに足を使いながら進出するみたいな乗り方はすごく合わないと思いますし、前走の阪急杯なんかはなんかそういったような中途半端な乗り方しちゃったんで、もう本当動く時っていうのはもう一番いいタイミングで一気に勢いつけて回るみたいな、そういったような乗り方をして、今回の G1 の流れがはまれば上位に食い込んでくる可能性はなきにしもあらずかなというふうに思います。ちょっと基本的には乗り方が難しい馬なんで、しかも中京とかもそのあんまりコーナーで流れて他の馬たちが止まるっていうよりかは直線で末足勝負っていうことの方が多いので、どちらかというと右回りの小回りとかの方がいいとは思うんですけれどもっていうところがあって、それで連したぐらいの評価までかなっていうふうに思います。なかなかちょっと突っ込んでくるイメージが湧かないので、でも人気はないので連したぐらいはいいかなっていうふうに思ってます。馬連とかで買うとしたらこの辺までにしたいと思います。あとは他の馬たち1頭ずついきたいと思います。ブラビッシモはですね、前走の阪急杯っていうのはうちの方から進んでたんですけれども、2番手にいたレッツゴードンキが仕掛け遅れみたいな感じになってまして、3番手のうちにいたブラビッシモがうちから外に出すっていうのがワンテンポ遅れちゃったんですよね。このブラビッシモっていう馬はなんか機敏に動けるタイプではないので、なのであそこ4コーナーのところでいかに勢いつけてロスなく立ち回れるか、ブレーキかけずに回れるかっていうところは結構重要だったので、なのであそこでレッツゴードンキが外にいて邪魔でワンテンポ遅れたっていうのはすごい痛かったと思います。あそこでレッツゴードンキがちゃんと前のミッキーアイルに早めに並びかけるだとか、あとは手応え悪くなって後ろに下がっちゃうだとか、そういったようなことをどちらかがあれば、そうすればブラビッシモはスッと外に出せてたんで、そういう感じの競馬ができていれば2着は確実にあったでしょうし、もしかしたらミッキーアイルと際どい勝ってた可能性もあったかなっていうふうに思います。ただその